J-WEB ワウミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。藤原さくらです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会ワウミュージック。今月は私がこの番組を担当してきましたが、お話ししたことがなかった方たちを呼べたり、付き合いがあったけど深掘りできてなかった方たちも多かったりしたので、なんかすごくいい機会をいただいて、まだまだやりたいですが、そんな11月ラストのワウミュージックはスカートの澤部渉さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。澤部さんの音楽が大好きですし、やっぱり一緒に音楽制作をしてみて、こう自分の曲がすごいこう素敵にアレンジしてくださったり、一緒にやってて楽しいことばかりなので、今回はちょっと今まで聞けなかった角度から澤部さんの音楽性だったりに迫れたらなと思っております。J-WEB ワンミュージック、今日はスカート澤部渉さんをお迎えしました。はい、どうもよろしくお願いします。澤部さんとは、はい、一番最初は私のスーパーマーケットっていうアルバムに入っている夢の中っていう曲をアレンジしていただいたのがきっかけで、そうですね、そこからその MV に出演していただいたりあれ楽しかったですよね。楽しかったです、うん、千葉のなんかものすごい綺麗な海のところに2人でお揃いのマフラーを巻いて、ね、海をこう見ながら、あれは楽しかったですね。ソファーに座って、そうそうそう、音楽を聴きながらっていうね楽しかったですけど、なんかそんな一緒に制作をしたりとか、はい、なんかまあお互いのラジオにこう出たりで、ね、音楽の話とかをいろいろしている中で、うん、今日はスカートさんの音楽的ルーツに迫りたいとありがとうございます思いますが、はい、いつから始めたんですか？何歳ぐらいの頃から？いや覚えてないですねもう気がなんていうか、記憶があると同時にもう音楽大好き少年だったというか、それはもう歌ったりとか、あ、もうそういうのも好きだったと思います。そうですよね、うん、だって今でもこう CD をこう買われたりレコードもだしいろんなこうものをこう収集したりするのも多分すごい好きだと思うんですけど、うん、好きですね、うん、それはもう今でこそもう電子の時代になってきてサブスクとかその電子書籍とかもいっぱい出てきたと思うんですけど、うん、やっぱお店に行って買うのが好きなんですか？やっぱそうですね、うん、好きですね、うん、そっか、うん、だから小さい頃からいろんなこう曲を収集して聴いてみたいな少年だったっていう。でしたね。何のこう音楽が好きだったんですか？子どもの頃はやっぱ J-POP でしたよ。僕1987年生まれとかなんで、はい、記憶があると同時にまあいわゆる91年ぐらいだったんで、うんうんうん、バブルの J-POP みたいなのがよく聞こえてきてた。なるほど。そう、ほら愛は勝つとか、いや、もっと前もっと前、どんな時もとか、そう、どんな時もなんかそういうぐらいの時期でしたね。そうそうそう。なるほど。お父さんとかお母さんとか聴いてた音楽とかも好きだった？そう、好きでしたね。そう、なんか親父が昔の歌謡曲とか車でよく聴いてて、うん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 、そういうのが好きだったのもありますね。なるほど。自分でそれをこうなんかカバーしてみたいとか楽器で弾いてみたいみたいになるのはもっと後かな、小学校ぐらい。あ、早いですねそうですね。え、小学何年生とか？いや、でもね、小学校 3,4 年生の時にギターを持つ機会があったんですよ。そう、なんかでもその時はやっぱうまく届かなくて。そうですよね、まだ指も小さいし。すぐ諦めちゃったんですけど、はい、それから 1,2 年した頃にちょうどゆずが出てきて、うわーっと思って、でそれでギター弾いたら意外と弾けて。あ確かにゆずとか J-POP の中ではこう、うん、コードも割と簡単な、アニソンとか逆にやりたいってなるとめっちゃ難しいですもんね。人前で歌い出したのはいつ頃なんですか？いや、でもそんぐらいだったと思いますよ。え、なんか町会の出し物とかで、町会の出し物でゆず歌ったりしてたんですか？歌ってましたね。素敵。いや、でも恥ずかしいでもそういう動画ってなんか撮られたりしてません？いや、ギリギリないんじゃないかな。ラッキーですね。ラッキー、危なかった。私たちはめちゃくちゃ見たいですけど
私もなんかギター始めたての頃のなんか動画とか親とかが回したりしてて、なんか見せら時々こう帰った時とかに、なんかさくらがこうギター始めたての頃のやつとか言って見せられるんですけど、もう恥ずかしすぎて、そう、ね、考えられないね。自分のもう見たくないもん絶対。でも小学校の頃からその曲をやって歌ってもいたってことですもんね。そうですね、うん、それはなんかすごいなと思うのが、私が一番最初に人前で歌ったのが、なんかサワカイっていう、なんか茶に話すにカイって書いて、サワカイっていうのが小学校の時になんかみんなでお茶を楽しみながらお菓子を食べるっていう会がなぜかあったんですよ。その学校全体でやるみたいなやつ、なんかその学年だけで2クラスしかなかったんですけど、その2クラスで合同でなんかやる会っていうのがあって、その時にこうちょっとした出し物をみんながやっていくみたいな。でギター弾ける子で集まって、ユイの I Remember You って曲を弾いたんですけど、ただ歌うのがすっごい恥ずかしくて、で歌わずにギターだけでコードを弾いて I Remember You やったんですけど、でも実際誰かがこうソロを弾いてとかだったら I Remember You が成り立つけど、みんなコード弾いて、もう何の曲かみんな分かんなかったと思う。歌う人は一人もいなかったっ。いなかった、みんな恥ずかしがって、へだから私もなんか合唱コンとかでも超恥ずかしい恥ずかしいだったから、みんな一緒にいて もう緊張し続けてたような人間だったから、小学校の頃から歌われてたってすごい尊敬します。いやでもっていうのすごい恥ずかしくなってきたな。いや当時なんてもう何にも分かってないじゃないですか。すごいなんていうかすごい恥ずかしかったですよ。そう、あでも緊張とかやっぱしてたんですね。緊張しました。で自分が果たして歌う側なのかっていうのはもうその頃から思ってた覚えがありますね。でもこうそれこそ町内会とかお祭りとかで、自分よりこう年下の子とかが歌ってるのとか見て、私はかっこいいみたいな、私の通ってた小学校のなんか祭りとかでこう舞台作って歌ったりしてた子たちとか見て、いつか絶対ここで歌うんだとか。福岡のミュージックシティ天神とかってスカートさん出られたことありますか？いやないです、ないです。でもそういうイベントがあったりして、なんかあそこでいつか歌いたいとか、なんか憧れてた時期があったりして。いやでもなんかそういう具体的な場所の目標みたいなのは なかったですか？なかった、うんうん。自然に歌って曲も作ったりとか。いやでもね、曲を作るようになるのはもっとあった。そいやでもね、小学生の時にもなんか遊びで曲は作ったりしてましたよ。やっぱすごいな。でも真似事だから、なんか2曲作ったの覚えてて、まあ、すごい。1曲は今思うと、ああそういうコードだったんだみたいな、変な転調してたのは覚えてて。転調してたんですか？転調してたんですよ。すでに A メジャーセブンから F メジャーセブンに来て、すごい。何の影響だったんだろうあれと思って。かっこいい。いやあれだけはよくわかんないですね。まだでもなんとなくメロディーとか覚えてるんですか？いやでもなんかね、コード進行だけは覚えてる。そう、転調してるのめっちゃ面白いです ねそんな若くして。だってそんなもう、あの私曲作って後からアレンジャーの人とかがここを転調したら面白いよとか、それこそ夢の中とかも あの澤部さんがここは転調したら面白いねっていう話してくれて転調になったりとか。そうか、そうだったっけ。そうです。あそれではここで澤部さんが楽器を演奏し始めた頃に影響を受けた楽曲紹介いただけますでしょうか？そういう話になるとやっぱゆずになるのかな。そっか、ゆず。でもね、ゆずってその僕も簡単なコードだと思ってたんですけど、岩沢浩二さんの方の曲が実は結構ねじくれてる曲があって。そうなんだ。そう、なんかやっぱり後になって知ったんですけど、やっぱ普通って言われることのなんか対抗心みたいなのが結構あった時期だったらしくて。なるほど、なるほど。だから結構ね、変な曲実はたくさんあって好きなんですよ。